特別なシーズン、プロ野球は毎年143試合を12球団全チーム消化します。しかし長いプロ野球の歴史の中、ある事情により試合を消化できずに短縮となったシーズンが5例あったんです。そこで一つの疑問が生じました。シーズンが短縮された理由は一体何なのか。というわけで今回の動画は日程が短縮された特別なシーズン5例を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。1950年、2リーグ分裂初年度となったこのシーズン、セントラルリーグは松竹ロビンス、中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ、大阪タイガース、太陽ホエールズ、西日本パイレーツ、国鉄スワローズ、広島カープの8球団。パシフィックリーグは毎日オリオンズ、南海ホークス、ダイエースターズ、阪急ブレーブス、西鉄クリッパーズ、東急フライヤーズ、近鉄パールスの7球団。セントラルリーグは各球団140試合を、パシフィックリーグは各球団120試合消化する予定でした。しかし11月22日に第1回日本シリーズの開催が決まっていたため、セリーグは2日前の11月20日までのシーズン打ち切りを余儀なくされ、140試合全て消化した巨人、阪神、太陽の3球団以外の他球団は試合を消化できずにシーズン終了となりました。なおパリーグは全日程消化しました。ちなみに当時日本シリーズは日本ワールドシリーズと呼称されていたみたいで、54年から通称を日本シリーズに改めたとのことです。1951年、2リーグ分裂から翌年、1951年はセリーグの西日本パイレーツとパリーグの西鉄クリッパーズが合併し、西鉄ライオンズが新たに誕生。このためセパともに7球団制となり、全球団とも120試合を消化する予定でした。しかし同年10月20日からニューヨークヤンキースのスター選手ジョー・ディマジオらメジャーリーグ選抜を招いて日米野球を開催することとなり、日本シリーズを前倒しにした影響でセパともに全日程を消化できずにシーズン終了。このためセリーグでは最も多い阪神が116試合、最も少ない広島は99試合、パリーグは最多の毎日が110試合、最小の阪急は96試合と試合数にかなりの差がついてしまったらしいです。1953年、この年からセリーグの松竹ロビンスと太陽ホエールズが合併し、太陽松竹ホエールズが誕生。6球団各130試合制になっていたセリーグですが、10月10日の日本シリーズ開幕まで全日程を終えることができず、日本シリーズに出場した巨人は国鉄との5試合が残ったままで、この2チーム以外の他球団は日本シリーズの裏で試合を行い全日程を消化。巨人と国鉄のみ125試合でシーズン終了となりました。一方パリーグは日本シリーズの裏で西鉄と東映が2連戦を行って全120試合を消化しています。2004年、この年プロ野球では球界再編問題が起こり、巨人渡辺恒夫、西武堤義明、オリックス宮内義彦の3オーナーが主導して近鉄とオリックスの合併、さらにその後はダイエーとロッテも合併させ、セリーグと合流し一リーグ制を目指すというとんでもない計画を進行させていました。選手会側はこれに抗議するも進展は見られず、時間だけが過ぎ、ついに選手会側は12球団2リーグ制を維持するため日本プロ野球史上初のストライキを決行。これにより9月18日、9月19日に予定されていた6試合が中止に。そして選手会がストライキを決行したその日の夜、当時の選手会会長ヤクルト古田敦也は夜のスポーツニュース番組に生出演し、アナウンサーがファンの選手会に向けての応援メッセージを読み上げると古田は号泣。この熱い涙によって完全に世論は選手会側を支持。そして1週間後、経営陣側はこれまでの方針を一転、2リーグ制を維持し新規参入を受け入れると表明。その後 IT 会社の楽天の新規参入が決定し現在に至ります。なおストライキによって中止となった試合は再度日程に組み込まれることなく、当時140試合制のセリーグは全球団138試合、135試合制のパリーグは全球団133試合で終えています。2020年、この年は東京オリンピックイヤーのためオリンピックが開催されている期間はペナントレースを中断することが決まっていました。しかし新型コロナウイルスが世界中に猛威を振るい始めると、東京オリンピックは21年まで延期に。プロ野球も3月9日に12球団代表者会議を行い、3月20日に予定されていたプロ野球開幕を延期することを発表。2リーグ制以降開幕が延期されたのは東日本大震災が起こった2011年以来9年ぶり2度目。プロ野球の斎藤コミッショナーは遅くとも4月中の開催を目指していくと話していましたが、コロナが収束する気配はなく、 J リーグとの合同会合で5月以降に延期する方針が決定されました。その後4月7日には新
型コロナウイルス感染拡大に伴い日本政府から緊急事態宣言が出され、その後の代表者会議で開幕の再延期と史上初の無観客試合、交流戦中止、初のオールスターゲーム中止、セリーグの CS 中止が決定。そして5月末に緊急事態宣言が解除される見通しを受けて、当初の予定から3ヶ月遅れの6月19日に開幕が決定し、レギュラーシーズンは143試合から120試合に短縮されました。というわけで今回は日程が短縮された特別なシーズンを紹介させてもらいました。21年1月現在、再び緊急事態宣言が発令され、プロ野球界でもコロナ感染者が報告されています。そのことで春季キャンプの開催が延期されるかもしれないという話もちらほら出ています。一刻も早くコロナの収束を心から願ってます。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。